子どもの健康と環境に関する全国調査、エコチル調査ってなんだろうよっ。なんだろうなんだろう、エコチル調査ってなんだろう。ねえねえ、エコチル調査って知ってる？もちろん知ってますよ。エコチル調査っていうのは、ともお願いします。なんだそれ。お願いします。わかりました、説明いたしましょう、うん、エコチル調査は2011年に環境省によってスタートした全国調査なんです、うん、環境の中の物質や生活習慣などが子どもの成長や健康に与える影響を明らかにすることを目的としているんだよね。どんなことを調べているのかも教えて、うん、子どもたちの間で喘息やアトピーなどのアレルギーや肥満などの健康の問題が増えてるよね、うん、身の回りの環境や運動、食事などの生活習慣などが関係してるって言われてるんですが、エコチル調査は全国約10万人の妊婦さんにお願いしていて、赤ちゃんがお腹の中にいる時からもう10年以上協力してもらってるんだ。10年も、うん、生まれたお子さんの健康状態などを定期的に調べていて、北は北海道、南は沖縄まで全国15カ所でやっています。当初は子供が12歳までの計画だったけど、13歳以降も調査を続けることになったんだって。うん、エコチル調査ってすごいな、うん、あ、すごい、エコチル調査ってすごい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 、すごい、ちょっと落ち着いて、すごい、ちょっと落ち着いて、すごいすごい、落ち着いてください。はい、落ち着いた。エコチル調査、環境省の方にもお話を伺いましょう。これからのエコチル調査ってどうなるんですか？当初調査の期間は赤ちゃんがお母さんのお腹の中にいる時から12歳まででしたが、さらに続けることになりました、うん、今後も調査を続けることで思春期以降の健康などについても分かることが期待されています。壮大な調査なんですね。まだ分からないことがたくさんありますが、日々研究者が調べています。いろんなことが分かってきたのも参加者の皆さんのおかげです。これからも新しい研究成果を紹介していきます。研究者の皆さんも本当にすごいですよね。今後も参加者さんにはぜひ協力いただきたいと思っています。参加者以外の皆さんもエコチル調査を応援してくださいね。今後もエコチル調査を見逃せませんね。エコチル調査応援してね。よろしくー。